いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2011年モデル AMG CLS63 パフォーマンスパッケージをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントバンパーに小さな飛び石がございます。それ以外特に目立つ傷はございません。走行距離約34,000キロと低走行ですし、良好なコンディションを保っております。外装色はオプションカラーダイヤモンドホワイト、インテリアはブラックレザーの組み合わせとなっております。メルセデス・ベンツの CLS クラスをベースとし、 AMG 専用チューニングが施されたハイパフォーマンスモデル CLS63 でございます。数多くの専用装備に加え、 AMG 専用のフルエアロが組まれておりますので、迫力を感じられるデザインとなっております。また人気高額オプションのパフォーマンスパッケージが装備されておりますので、より高い走行性能を発揮します。ヘッドライトには標準で LED ヘッドライトが採用されておりますので、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては 5.5 リッター V8 ツインターボエンジンが搭載され、最高出力は557馬力を誇ります。7速の AMG スピードシフトが組み合わされておりますので、大きなボディではございますが十分な走行性能を持ち合わせております。アルミホイールはパフォーマンスパッケージ専用デザイン、単造19インチのアルミホイールが装備されており、キャリパーはレッドキャリパーが装備されておりますので、足元までバッチリと決まった1台です。続きましてリアご紹介させていただきます。リアのテールライトは LED が採用されており、パフォーマンスパッケージ専用のカーボン製トランクリッドスポイラーが装着されておりますので、リアもデザイン性に優れております。またマフラーは AMG 専用の4本出しマフラーが装備されておりますので、より一層パワフルなサウンドをお楽しみいただけます。合わせてトランクスペースのご紹介です。オートトランクが装備されておりますので、開閉は電動で行っていただけます。 CLS でございますので十分な容量確保しており、さらに後部座席も倒してお荷物をお積みいただけます。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラックのレザーシートが採用されております。運転席助手席ともに目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ではエンジン始動していきます。ステアリングはパフォーマンスパッケージ専用のパフォーマンスステアリングが採用されております。大きなパドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。またクルーズコントロールも装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。ナビゲーションは純正ハードディスクのナビゲーションが装備されており、もちろんテレビもご視聴いただけますし、バックギア入れていただきますとバックカメラも装備されております。フロント両席標準でシートヒーター、ベンチレーターともに完備されておりますので、一年中快適なドライブをお楽しみいただけます。走行モードに関しましてはダイナミックセレクトが装備されておりますので、センターのダイヤルにて4段階で切り替えが可能です。また専用の AMG ライドコントロールサスペンションが搭載されておりますので、こちらも3段階で切り替えが可能となっております。続きまして後部座席ご紹介させていただきます。後部座席に関しましても目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。スペースも広く確保されておりますし、スピーカーはハーマンカードのスピーカーが装備されておりますので、ゆったりとドライブをお楽しみいただけます。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いといたしませんので、ご安心いただければと思います。では今回は2011年モデル AMG CLS63 パフォーマンスパッケージをご紹介させていただきました。走行距離約34,000キロと低走行ですし、内外装ともに非常に綺麗な状態を保っております。 AMG が誇るハイパフォーマンスモデル CLS63 でございます。数多くの専用装備に加え、人気高額オプションのパフォーマンスパッケージが装備されておりますので、より刺激的な走りをお楽しみいただけます。またサンルーフやシートヒーター、ベンチレーターをはじめ快適装備も充実しておりますので、シーンを選ばずお使いいただける1台です。弊社でも非常に人気の高いモデルでございますので、お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。